いや罠でした。
9キロ。ものすごく久しぶりの生声です。汚い言葉を使ってしまったりするので、ですが、ことがことなのであえて生声で挿入しました。前々から閉鎖されている馬坂2号線でゲート開いていて通れたよーと、悪びれるわけでもなく、聞くことがあって、閉鎖されているはずなんだけどなーと不思議に思っていたんです。今回行政側と話をして分かったのですが、このゲート、行政がいくら施錠して閉鎖してもすぐに鍵を破壊されて解放されてしまうそうなんです。今のこの状態は行政は施錠してゲートを閉めている認識なのに、クソオブクソ犯罪者の輩が鍵を破壊しています。何の権限もない分際で勝手にゲートを開けている無残な姿だったんです。関係者が入っているわけでもなく、ましてや行政が解放しているわけでもありません。ここに立ち入る資格のないクズが好き勝手やって、事情を知らない人たちがゲート開いてると勘違いして入ってしまっている構図です。この様子を初めて見ると、たとえ馬坂2号線が通行止めと分かっていても、工事直前までは行けるのかなって見えます。実際恥ずかしい話ですが、私もそう思ってしまいました。だけどやっぱ変じゃね？と思い、行政側と話をして今回の状況が分かった次第です。ここは最低最悪の犯罪者が来ます。私は誓います。もしその犯罪現場に出くわすことがあれば、無言で後ろから魂の全力ドロップキックを食らわしてやることでしょう。どこまではそんなないだろう。ではエンジンスタート。
すげえすげえ、おyou
したできることになった。ひどいね。じゃあ帰りましょうか。